はい皆さん、えー、新年1つ目の木曜ライブでございます今日もお付き合いよろしくお願いします、えー、皆さんの、えー、昨日のゲームマイチームの新年のご様子はいかがでしょうか、えー、ちょっとね怪我人もいろいろ相次いでますんで今日は、えー、まずそこら辺の、えー、新入団選手やちょっと怪我人の情報をまずちょっと最初にチェックしたいなと思ってます、えー、その後、えー、今日は、えー、P2RTB 千葉から カモン大塚さんご来場ですので先に B2 の結果と、えー、順位表をチェックさせていただきまして、えー、その後、えー、大塚選手にカモンしていただこうかなと思ってます、えー、その後、えー、B1 昨日ありました B1 は水曜ゲームの、えー、結果一覧確認しまして、えー、B1 の順位表も見ておきますそして、えー、いくつかトピックスありますんで えー、井口さんもちょっと報告したいことありますんでその辺を、えー、最後にトピックスという形でご紹介して、えー、1時間お付き合いいただければなと思いますんであありがとうございますピフ,フィさんこんばんは昨日代々木行ってましたえー、レバンが北海道アルバルクセン見てきましたえークラス・アグラさんこんばんはありがとうございますサイモアニさんも明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いします明けましてお夏 本年も何卒よろしくクリストファー・スミスです。みなこさんもこんばんはよろしくお願いします。リリーさんありがとうございます。CD ナンバー8、あけまして小野龍も、本年もよろしくお願いします。あけ,けまして小野龍も、お願いします。 さん、ありがとうございます。カモンカモンカモン。今日はね、いやもうちょっとした7時50分ごろ、えー、カモンしていただきますんで、えー。ミッチさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。マユスさん、ユウトさん、楽しみ、えー。この後登場です。ありがとうございます。えー、ホノバばさん、こんばんは。昨夜の琉球審判は,、ね、は痺れました。そうですね。この辺も後でチェックしておきましょう。いさん、こんばんは。ありがとうございます。メグリさんも、ありがとうございます。 えー、メグメグさん、えー、こんばんは。今日もよろしくお願いします。この間ありがとうございました。大、えー、橋さん、よろしくお願いします。アンソニー・マク・ヘイリンさん、あっ、でもマック来てくれてるんや。マックありがとう。えー、どうですか新州の方は、どっかんどっかんしてますか、えー、おそして早速、スーパーチャーいただいております、えー。ジャスミンさんからスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。えー、ジャスミンさん。 千葉テレビの解説言わたです。あります。これ、副音声ですね。えー、1月1日、えー、千葉ジェッツ対三泳戦、えー、新年一発目。ゲームとしてはゲーム2を副音声で千葉テレビさんお世話になりまして。<laughs> ジャスミンさん、ありがとうございます。えー、リリーさん、本年もよろしく、クリストファー・スミス。ああ、よくそうそうそう。カモン、カモン、カモン。あ,あ、堀川さんもありがとうございます。本年もよろしくお願いします。白クパンダさん、こんばんは。えー、今年もよろしく、クリストファー・スミス。 松尾、えー、さん、こんばんは、ありがとうございます。渡たるさんかな。本年もよろしくお願いします。富山は、いつでの再来のようで楽しかったよ。<laughs> 昨日のゲームですね、えー。オール日本人で臨んだグラウジーズのゲームでした。ミ、え、キ、ー、さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よし、取れましたかね。えー、では、えー、今週もそろそろ、えー、木曜ライブスタートしたいと思います。インスタライブの皆さん、ぜひ YouTube の方にあをら運んでください。よろしくお願いします。じゃあ、早速木曜ライブ行ってみましょう。 この番組は UQ アウェイの際のレンタカーならお任せバスケファンブースターの味方レインボーレンタカーレインボーオート正体不明のブレックスファンですがみんなで B リーグを井口チャンネルを盛り上げましょうブレックスと井口チャンネルに GO HIGHER! なぜのブレックスファン S 日本のバスケはもっと熱くなるブレックスと日本のバスケを応援しています GO ブレックス !GO HIGHER! 謎のブレックスネーション 井口チ,チャンネルメンバーシップ会員各カテゴリーの皆様以上の提供でお送りいたしますはいありがとうございます提供の方もですね引き続き募集しております、えー、でなんと嬉しいお知らせで、えー、レインボートさんからレインボーレンタカーさんから、えー、B イコールブースターから予約の申し込みがあったということで井口、えー、チ,チャンネルを見たという連絡があったと、えー、レインボーレンタカーさんから報告が来ております えービーコルが、えー、沖縄に行くのはまだ先なんですが、えー、早めに予約をいただいたっていうことだと思います横浜ブースターっていう連絡だったんですけど沖縄アリーナはえいつだ沖縄あるのあそういうことか天皇杯で行くからだ そビーコル関係者からもね、これちょっとあれなんでいいんですけど、2月の15だ、これで予約してください、ビーコルブースターの皆さんと関係者の皆さん、ありがとうございました、えー、レインボーレンタカーさんからもれ報告いただきまして、ありがとうございます、皆さんも、えー、琉球沖縄アリナーウェイの際は、ですねアクセスがねちょっと公共交通機関じゃいけないところですんで、えー、前後の観光のスケジュールも考えても、えー、このレインボーレンタカーさんが、えー、バスケにめちゃくちゃ安いレンタカー屋さんですんで、 ぜひご利用いただければなと思いますそして、えー、メンバーシップもあの順調にあの皆さんご協力いただいてありがとうございますこの年末年始はいろんな会場で、えー、メンバー入ってますという方とも会場でお会いできましてありがとうございましたメンバーの方全然いーなくいつもあの声かけてもらえればと思いますんで、えー、新年も引き続きメンバーの皆さんよろしくお願いしたいと思いますそしてメンバーの方におおおアナウンスなんです、えー メンバーシップ会員用に、えー、プレゼント、えーと、一般視聴者の皆さんにもプレゼントを、えー、クリスマスプレゼントとお年玉企画で、えー、用意したんですが、えー、スラムダンクの方も、えー、とクリスマスプレゼントの方もすでに発送も受け取りも確認できているんですが、メンバーシップの方の リュック、えー、ブラックエディション、これ、レザーーさんのブラックの、えー、高級 <laughs> バスケット側のリュック、当選された方からまだ連絡が来ておりません。えー、名前言っちゃっていいのか分かんないですけど、栗林さん, <laughs> 栗林さん、えー、当選してますんで、メンバーシップの方だけが見れる動画に、えー、当選動画がありますんで、栗林さん、ぜひご覧になってください。当たってます。えー、まだ連絡待ってますんで。 井口さんのツイッターかインスタグラムに、えー、ダイレクトメッセージの方お願いしますすぐも商品発送しないと井口さんがレザージーに怒られますんで、えー、当選された栗林さん、えー、おま連絡をお待ちしておりますこんなところで、えー、今日は五十分から大塚選手にカモしてできますんで ゆうきさん、こんばんは、今年もよろしく、また岩手に来てください。あ,ありがとうございます。岩手、ビッグブルーズだ。えー、伊藤さん、今年もうきさんのバスケラブについてありがとうございます。千葉テレビの解説、みゆきさん、ありがとうございます。副音声ですね。副音声でやらせていただきました。福わさんあ、ありがとうございます。明日、オールスターですね。新潟は、ええー、んですですね、うん。昨日もありがたい,い,い。前半見てびっくりしたんですけどね。ダメでしたかね、最後は。 めぐりさビーコールの躍進経済効果すごい <laughs> その通りですめぐりさんピピさん天皇杯ですそういうことですねあ HAPP さん私も沖縄行くときレインボーさん必ずかかりますありがとうございます助かります、えー、そういう声は本当にありがたいです2月の15天皇杯ですね サクケンさん羽田空港から井口さんの家に伺うのもレインボーさんに頼んでもいいんですか井口 <laughs> さんちね、都内なんで、えー、あのレインボーレインタカーさんの営業範囲ね、主に沖縄でやらせてもらってるんで、都内はちょっとあの電車の方が早いかもしれないです。そういうボケもありがとうございます。アルビレックスサポーター、アルビレックス新潟 BB サポーターです。ブースターでなくサポーターなんだな。 アルビレックス新潟 BB サポーターブースターではないってことですねカモ大塚さんお富山市内の和菓子屋さんでお見かけして本当にイケメンでしたありがとうございます目撃情報まで来てますなんで今日は大塚選手が、えー、お迎えする前にまず、えー、直近で行われました、えー、B2 の試合結果から、えー、チェックしておきたいと思います B2 はあ、ごめんなさいその前だ、ええ まずこれやらないといけない選手契約関連トピックです。これがねもう皆さんも,もうまあ、昨日富山のゲームでもあのインフルエンザの影響がありましたけどここで挙げさせてもらっているのは負傷とあと新入団選手をまとめさせてもらいました、えー、入団選手でいくとこれはあのー、主に若手特別指定の選手が多いんですけれども北海道に、えー、島谷蓮選手そして群馬がハーパージャンローレンス・ジュニア選手 が決まってます。そして小池文也選手が新潟アルビレックス BB に、えー、加入してます。そしてアジア特別卓で琉球にカールタマヤ選手がこれごめんなさい1月1日から1月11日まで、えー、に発表された、えー、入団対談の、えー、発表です。入団選手ですね。そしてこっちが問題のその右が負傷選手がこれだけ、えー、出てます。ちょっとショッキングなニュースが本当大きかったですよね。 えー、昨日きのハリモッテンケツ選手の怪我も発表されてました、えー、これは、まああのまあ、オールスターももちろんですし、えー、彼の場合は日本代表にも影響のある怪我のニュースですね、ラション・トーマス選手も長期離脱してます、えー、一旦帰国して治中に専念すると、えー、仙台は2人目、加藤選手も、えー、これはちょっと早めで帰ってこれますから、全治一2週間。 マイケル・パーカー選手は3週間の、えー、右膝の内側副側じ体帯と出てます。で、双神選手がこれがショッキングな、えー、ACL ・全獣じん帯断裂ですね。千葉で行くとこれは大倉選手に続いて2人目になります。シーズン中に1つのチームから全獣じん帯断裂が2人っていうのはちょっと井口さんも聞いたことない、えー、緊急事態じゃないかなと思います。 えー石井康介選手、渋谷も、えー、これ全地発表されてないんですね、ちょっとまだ帰ってきてないです。えー、ジョーダン・ヒース選手も今日ですかね、これ発表ありましたね。えー、そしてドイム、あのー、張本選手は先ほどの通りり、エバンス選手、えー、こちらは、えー、欠場ならびにオールスターも見送るという発表がされています。でそこでで一応千葉の、ね、スケジュールをちょっと見てみたんですけども 千葉ジェッツのスケジュールちょっと、まあだあの、たまたま、二上選手とあの大倉壮太選手と1チームから2人も ACL が出たんで、えー、ちょっとスケジュール見直してみました、そうすると、えー、二上選手が怪我を起きるタイミングで、えー、彼は1月7、8の三河戦のタイミングで怪我の発表がされてるんですが、えー、やっぱり、えー、12月24、25のクリスマスゲーム、そして12月28日水曜、 12月31、1日、これ、井口さん、千葉テレビでやらせてもらったやつ、えー、と、この3週間でやっぱり、えー、中2日でゲームをこなすのが3回訪れているんですよね、えー、なので、やっぱり疲労の蓄積とか、スケジュールの影響があったと、これは見るしかないんじゃないかなと。 えー、さらに千葉ジェッツは1月4日に、あのー、新州対千葉の、えー、天皇杯も戦ってますんで、えー、それが3週続いた要因で昨日、アルバルク東京のジャスティン・コブス選手もちょっとあの大きく痛んだシーンがあったんですけど、えー、彼らは天皇杯なかったとしても最低でも2週続けての、えー、水曜ゲームをこなしているスケジュールがあの確認できたので、まあ、これは本当、ちょっと、あのー、スケジュールの部分 前は武田健 GM が B ーコールから来てくれたんですけど例えばこういうふうに中2日が2週続いた場合には強制的にバイウィークを設けるなどの対策のアイデアを武田健 GM に言ってくれたんですけどまあ本当にそういう何か対策をしないとベストメンバーでバスケを皆さんに楽しんでもらえる環境が届けられていないっていうのはクラブとしても本当に苦しいところじゃないかなと思ってます。 そんなところで、え、あ、ありがとうございます。ピピさん、えー、ロスター会に、えー、登録いただきまして、ありがとうございます。<music> ピピさん、よかったら、どこチームを応援してるか、教えてもらえたら、ありがたいな。さっきもコメントくれあ、ビーコレなんだろうな。ピピさん、さっきも言って、天の杯ですって言ってくれたから。白拳さん、先週末、ね、小林慎太郎さんと、周りの仙台で、あった。 まあ、体育館のこととか話ししてました N ステージで出場して、熊本のクラ,クラブチームね、久しぶり聞いたな、県さんは鹿児島なんだな、きっと、東京だ、あミッチーさん、双上光、知らなかった怪我いやそうなんですよ、これちょっとね、ショッキングなけがが、本当、続いてるんですよ、この数日。 アンソニーマック・ヘンリーさんからも、新州のマーシャルもだいぶ前だけど、大怪我を。そうですよね。これ今、もうインジュアリー入ってんじゃないかな、マックはあ、ま。ウェインの方は。マック・ヘンリーさんからマーシャルの情報をいただくってことありがとうございます。来季は日程そう、過密日程が心配っていうことなんですよね。本当皆さんメッセージいただいてますけど。今シーズンの、えー、TG さん、今シーズンの怪我で気になるのは、 ほぼゲーム中に起きてますよね。何を増やそうとしてるのかなうん。本当その通りで、めぐみなさん、3月下旬から4月にかけても、ここにスケジュールが待ってるってうで、うんえー、本当に天皇杯、えー、勝ち上がってるチームうーは、また3月,3月にも、2月と3月にファイナルが控えてるのと、あと、琉球フレックス目線でいくと、イーストアジアスーパーリーグも、 書いてますんで、イースターチャーはだったかな3月1週目に控えてるんで、ちょっとみんなでスケジュールは本当気をつけて見に行きたいなと思ってる次第です。というところで、えー、大塚選手来る前に B2 はちゃんと確認しておきたいなと思いますんで、B2 は水曜ゲームありませんでした。年始、えー、これは 1> 前説1月6日、7日、8日にかけて行われたカードです。えー、まず、えー、今日登場していただきますアルティリ、千葉、大塚選手、東京 Z に連勝しています、えー、連勝も14まで伸ばしております、絶好調の中、えー、オールスターを迎える大塚優斗選手ですね。で、愛媛対青森、えー、青森が3連勝してます、えー、愛媛はちょっと厳しい、えー、これで後でまた順位表で確認しておきたいと思います。 越谷対長崎、ベルカに越谷が連勝しました。これは越谷としては大きい連勝でしたね。長崎ベルカとしては、これまた、えー、いろいろこう、うんまあ、東西の、ね、上位対決でしたんで、これはまた長崎としてもいろいろ対策、このあとして,てくるんじゃないでしょうか、えー。佐賀対福島、佐賀が連勝しています。えー、熊本対奈良は1勝1敗。 山形対西宮,、えー、西宮が連勝して、えー、自身の連勝を3に伸ばしました、えー、香川対福岡は1勝1敗で分けておりますそして順位表も一緒にご覧いただきましょうこのようになっています、えー、今この赤のマークーマーキングしてあるのが B2 も皆さん一緒です自動降格を控えておりますので、えー、東京 Z と奈良が今自動降格の対象になっています えー、香川もね、まだなかなか上がってこれない。まあ、これ、あのー、この週末は勝ったんで、あのー、助かってるんですけど、えー、一勝差で奈良が追いかけてきています。効果も厳しい状況。えー、連勝は十四のね、アルティリが目立つんですけども、愛媛はね、六連敗、えー、東京ゼットが七連敗、えーと。この辺がちょっと心配。えー、長崎ベルカも三連敗なので。ひょっとしたらクラブ派。派 最多かもしれないですね、最長かもしれないですね、あんまり連敗って聞いたことないんで、そう、アルファーズが長崎に連勝しましたとかね、これ皆さんも、そう、で、で DM でもね、青森ワッツの健闘をたたいてほしいっていうメッセージももらったりとかしたんですけど、青森ワッツ3連勝中です、えー、あと1勝でゲーム差1かな。 で、福島を追いかけてますんで、えー、ひょっとすると東のプレーオフに青森ワッツがクラブとしては初のあ、ここででくとですね、えー、福島と青森の関係性、ね、1ゲームですねで追いかけてますんで青森が悲願の、えー、B2 プレーオフ進出なるかっていうところまで見えてきてますんで青森の皆さん今、応援行くなら青森ワッツ今行ってほしい、えー、このあと激戦がまだまだ控えてますんで チーム、青森ワッツ昔から応援してくださっている皆さんにとっても悲願のプレーオフに向けてぜひ今、チーム3連勝に乗ってますホームがね6勝7敗なんでこれ、ホームだけでも勝ち越してほしいよねということで一応、青森ワッツさんも触れておきましたいかがでしょうかそうですね、アルティーリの岡田優介選手も怪我してますよね結構、あの、とびね こ B2 の場合は水曜ゲームとこれは,これはあの連携はないかなと思いつつも大きな映画をしています奈良はまだいけそうですよね俺もそう思ってますまだこれ B2 も最後の最後までわからないんじゃないかなというところでしょうかみ,なみんなで B2 も引き続きフォローしていきましょう じゃあインスタライブの皆さん、この辺で一旦たん、えー、フレックスをオフィシャルの方が見てきたください。すみませんえ。YouTube の方で切り替えさせていただきません、ね。インスタライブえ、ここら辺で失礼させていただきます。いつもお世話になってます。皆さん、YouTube ライブの方にお越しください。 では、皆さん、お待たせしました、えー。大塚選手にカモンしていただこうかなと思います。あ、もしもし。大塚選手、井口です。 お久しぶりです。大塚でーす。ありがとうございます。今日は忙しいところ時間頂戴しました。よろしくお願いいたします。あの今日はですね、あのー、生配信で今200名ぐらいの方が大塚選手の生電話を待ち構えてくれていました。あ、すごいですね。<laughs> ありがとうございます。で今この配信をしているスタジオでは、えー、懐かしの、えー、カモン大塚タオルも掲示させていただいてます。<laughs> 懐かしいですね。 あまりあの会場で見かけますからね。いまだにあ、カモンタオル。はいはい、ありがとうございます。えー、嬉しいな。はいっていうことは、富山から来てるブースターがいるってことですね。そうですね。その時から見てもらってるファンの方ですよね。うん、はい、はい、ありがとうございます。そんな大塚選手。えー、皆さん、おめでとうございます。なんと明日から開催されます。ビーリーオールスターゲーム。えーうん 自身四度目となるオールスター出場が決定しております。おめでとうございます。大塚選手、なんと B2 から、えー、オンファイヤー投票で B ホワイトの方はこちらは長谷川昇選手で B ブラックの方で、えー、大塚選手が三、えー、大会ぶり四度目の出場になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。 これはどうですか、はい、オンファイヤーということは、えー、普段中継でご覧になっている方たちが、えー、ファイヤーボタンで後押ししてくれたっていうことなんですけども、はいそうですねあれよよこうやって選ばれる予感はしてましたいやーれ、あれですかね、初めてですかね、オンファイヤー投票っていう。 そう、オンハイアー投票自体で、この B2 から選出されたのは初めてですねいやー、なんか、自分的にはあの本当に、なんていうんですかねあの、お金をかけて出させていただいたなっていう <laughs> 率直な。<laughs> 本当にありがとうございますそう、多分あのー、無料で使える100のファイヤー数ももちろんですし、さらに、ね、あのひょっとすると、はい、あの課金で後押ししてくれた方もたくさんいたんじゃないかなというところですよねいやー、はい、あのー、そういった報告が、あのー、私の方にたくさん来てるので。ということは、これ、プレッシャーもちょっとありますね。いますねやっぱり <laughs> 決まってよかったっていうよりは、やっぱり今、このご時世、感染症とかインフルエンザとかもありますし、やっぱそういった体調面でも、こなんとしても出なきゃいけないとか、うん、なるほどはいそういったプレッシャーもいろいろ感じております、うん、うんそっか、あのこれで欠場しちゃまずいよなっていうプレッシャーっすね。そっりな確かに <laughs> でそんな大塚選手 えー、今回のオールスターではもうたくさんの元チームメートとも、あのー、B ブラック、はい、うー B ホワイトともに元チームメートがいると思うんですけど、えーはい、この選手と久しぶりにやるの楽しみにしてますとかってもしあったら教えてほしいんですがいやー、そうですね、僕だけ本当に同窓会かのように <laughs> 同じ今までのチームメートがたくさんいますしうん、うん、そうですねもちろん。あの を今までやってた選手も楽しみなんですけど、はい、やっぱり新しいくあの湯、ー、川の川口選手とか、はい、アイリーキューのジャッククーリー選手とか、なんか一緒にやるっていうのはこうやっぱワクワクしますね。うん、なるほど。あの B ブラックだけでいくと、えー、篠山隆勢そしてこれベンドラメ選手もっすよね、はい、多分。そうですね。渋谷時代。はい。 で富山で行くと、えー、ジョシュア・スミスと直木、今度はバンビシャスならから、彼も SNS 投票で出てくるとそうなんですよ、彼とオンファイー争ってましたからね。<laughs> 最後までね。<laughs> そして藤井馬選手かな、この辺が、はい、あが元チームメートで再びあのオールスターで再会ということですが。 ええー、この人のパスだったら決めてあげたいけど、この人のパスだったらあんまりいいかなってのはありますか、やっぱり。いや、もう、篠山富士、藤弁連ドラで、大人を聞いて、もう、<laughs> もう僕からしたら得しかない、もにどこから来ても <laughs>、打ちやすいパスをくれるんじゃないかと、期待しております優斗、うん、さん、お願いしますみたいなこう、あれですね、接待アシストが期待できますね。<laughs> <laughs> いやー本当、はい、あのーまあ、最近のオールスターの傾向だと、本当に結構真剣勝負になってきてるので、昔ほどお膳立てみたいな感じはうまくいかないと思うんですけど、<laughs> でも、その中でもいいパスを出してくれるポイントガード陣を、はい、とてても期待してます。これはあのロボッツ、地元から、えー、出ます平尾篤伸選手にとっては、かなりプレッシャーになるかもしれないですね。 そうですね。確かにそうですね。<laughs> あ平尾くんとは、そうですね、絡んだことないので、ちょっと。確かにそうですね。じゃあ、あぜひ、あの、水戸納豆、あの、かぶりもんとかもあるんで、大塚選手お願いしますね。<laughs> あの、そうですね、それは、あの、うちのチームの小林大輔に裏でかぶせたいと。思いますああ。そうか、元ロボッツ。<laughs> はいはい。ね、<laughs> なるほど。 でそんな大塚選手、まあ、オールスターの明日からの、えー、オールスターも楽しみなんですが、です、はい、現在、チームが14連勝ということで、もう絶好調なんですけれども、はいはい、これは、その、まあまあ、チームの状況というのは、これ、大塚選手から見て、まあ、こう思ったよりこう順調に来てるのか、それとも、はい、あの苦しみながらも、なんとかつないできた14という数字なのかど、どういう印象ですか いやー、まあ、もちろんその昨シーズンに比べて力はついてきてると思うんですけれどもシーズン序盤に、うんえー、山形さんに2連敗したりですとか、うん、それこそ山田さんとはもう3勝3敗でギリギリ得失点差で上回れたぐらいの勝負でしたしバ、うん、ンビシャスならも今、成績がなかなか上がってきてませんけどもやっぱ。うん 僕らも負けてしまったりとか、うん、なかなかこうなんて言うんてですかね苦しい時もあったんですけれども、うん、そこからカムバックするっていう力はあの本当に今シーズンついてますし、うん、あのあまりこう上位勢、まあ、越谷さんとは2回やりましたけど、はい、そういったチームにこう勝ててるっていうのは非常にいいことなんじゃないかなと思っております。うんうん あのそんな中、あのたくさんあの視聴者の方からメッセージ来てます、海ボンドガールさんえ、大塚選手にオンファイア、たくさん押しました <laughs> 来てますあ、ありがとうございます、<laughs> <laughs> えー、大塚選手と年は違いと、誕生日も一緒なので、えー、勝手に親近感、<私>でコービー・パラスも一緒なんですか誕生日がコービービブライアンとか。あ、あ コービー・ブライアントねコービーパラスじゃなくてコービーブライント失礼しますごい、すごいいっぱいメッセージ来てるんですよ、ねえー、大塚さん、この間の福岡戦でも応援に行きましたとか一、えー、<っ>日も早く千葉ジェッツとダービーが見たいですとか。 チワジェッツの存在っていうのは、やっぱり気になります。いやー、まあ、正直、僕個人的な意見としてはですね。うん、あの、まだまだ、そんな。うん、で、やっぱり、ジェッツさんみたいなところに、いきなり、こう。あの、届いてるとは、全くも、思ってないので。うん、まあ、これからですね。まだ、じゃ、あ一歩一歩って感じですかね。はい、もちろんそうです。そして、あともう一つ、大塚選手、先ほど、あの、お電話する前には。 あの、はい、ここ最近、ちょっと怪我人がすごい相次いでて、はい、あの、はい、大塚選手ともあの元チームメートだったあの秋田でいうと田口選手、はい、なんかも大けがが発表されたりとかしてるのを、大塚選手もご覧になってると思うんですが、も、えーはい、あの B1、B2 両方の経験を持ってる大塚選手からすると、そのスケジュールとか怪我の状況っていうのは、どういうふうに見てますか、えー そうですね、少なからずやっぱりスケジュールとこう、まあ、関連してなくはないのかなとも正直思ってますね、うん、あの本当に水曜ゲームで移動もあったり、うん、なかなかそうです、ね、やっぱり疲労が抜けなかったりとかっていうのは、うんはい、あと、あって反応が遅くなってちょっと怪我につながってしまうみたいなところはなきにしてもあらずかなとは思ってますね。うん のであのー、大塚選手もそのすぐまたあのー、オールスター終わったらゲームのレギュラーシーズンがすぐ控えてるんであのーはい、そのオールスターでももうみんなその怪我だけしないでよっていう目で見てる人多いのかなと思うんですけど。うん、そうですね。い本当怪我だけはそうですね。特に自分もあのその田口選手もそうですし、あと大倉。 村上君とか、うん、二神君とかもやっぱり大工の後輩だったりとか、はい、二神君の時に練習に1か月、二か月ぐらい一緒にやらせてもらったりとか、えー、はい、あと名古屋の地元選手もオールスターとかで一緒にプレーしたこともありますし、うん、まあ結構本当に知ってる方が怪がしてるって本当に心が痛いんですけど、うん、やっぱ自分もやっぱそういうのを見て気をつけていかなきゃいけないなと思ってますね。うんうん、そそうううですね、うそういうあのこのオーールスターには あの出たくても出れなかった選手たちもたくさんいるし、あの特に大塚選手の場合は、あのクラブとしてはまだあの若いですけど、いろんな B2 ブースターや、はいあの、大塚選手がかつてプレーしたチームのブースターやファンの皆さんも応援していると思うんで、ぜひそういう人たちにも楽しいオールスターを見、はい、あの届けてあげてほしいなと思ってます、はい頑張りたいと思います、えー、そして、えー、メッセージ、あともうちょっとだけ。 千葉、えー、新アリーナの建設も発表されてますます勢いが出ていますってことですけどこういうい選手としても気になりますかあもちろん、そうですねやっぱりアルティーリにこう入るってなった時にビジョンの中の一つだったんでやっぱりとてもそこは魅力的に感じましたし実際にあの自分も、まあ、現場の声を聞いているんですけれども、うん、まあ実現するのが楽しみって感じですかね。う ありがとうございますあともう1つだけ、富、え、樫、ー、選手とのマッチアップも楽しみしてますという声も来てますす <laughs> そうですね、まあ、オールスター、あのー、そうですね、まあ、意外とこうプレータイムのシェアですとか、その辺の兼ね合いが意外と選手側としては受け入れなきゃいけないところがあるので、皆さんにの期待に添えられるかはどうかは分かりませんけども。はい じゃあたら富樫選手が出てきたら、えー、と同時に出たら、ポストアップかましちゃってください,いや、今までそうですね、富樫選手にポストアップしてきた選手たちのハードルが高すぎて、<laughs> <laughs> てだいぶあれですけど、<laughs> はいまあ、うまく自分の,あの立ち位置を。 見極めながらパフォーマンスしたいと思いますありがとうございます、えー、明日から行われるオールスターにオンファイヤーでの出場が決まってる大塚選手、えー、このオールスターを開けた後、えー、今度は11月18日にすぐゲームが待ってます、はいえー、RT リ立場は今度はロートアリーナならアウェーで今度は宇都直樹と今度はレギュラーシーズンでマッチアップですね 前回も僕にわざわざついてきたんで、<laughs> <laughs> で一緒いっぱいだったんで、あの次はしっかりあの立って帰りたいいと思います,そ,うすよ、ね、そして12月あ失礼しました1月21日からは、えー、こちら、ホームゲーム、えー、愛媛を迎えての、えーはい、ホームゲーム待ってますねぜひあのちゅ、これご覧になっている皆さん、えー、ちょっと足運んでもらいたいですね、これ r t ル千葉の、これ連勝を止めずに、えー、ぜひ奈良から帰ってきて。はい ホームでまた戦いたいっていうところですよね。そうですね。この連勝するっていう力はやっぱチームとしてもつけたいので、うんうん、何としても勝って帰ってきたいですね。あ、そしてあ、ごめんなさい、大塚選手、あれ、これも来てる。3ポイント400本成功、通算400本おめでとうございますというコメントもいっぱい来てあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 でもう話題が尽きない大塚選手ですけども、明日から移動でオールスターなので、この辺で皆さん、大塚選手を解放してあげたいと思うんですが、よろしいでしょうか。<laughs> 大塚選手、俺もあの明日からいますので、また現場で挨拶行きますあくお願いします、はい。ということで、RT ・立場14連勝中で、明日あさってのオールスターに出場する、カモン、大塚優斗に来ていただきままししたたあありりががととううごござざいいました。 はい、頂戴しました、大塚選手、ありがとうございます、400本スリーポイントの、ね、コメントもいっぱい来てくれて、最後にねじ込めてよかったな今、大塚選手が出てくれたわけで、200名突破しましたねしてる方、ありがとうございます、えー、大塚選手としては、自身4度目、えー、最初が熊本、次が富山、えー、そして北海道で、今回が4度目。 になるんでもうオールスター常連といってもいいですね、これは。うん えー、大塚選手に来ていただきましたあのアルティーリの、あのー、方では14連勝で、まあ、チーム乗ってるけどでもその中では、えー、やっぱり、あのー、難しいゲームもこなしてきてたどり着いた14連勝だってことなんであとはこれね、まあ、皆さんあのぜひアルティリのホームゲームにもぜひ足を運んでいただいて、えー、一日も早く千葉ジェッツ対アルティリの、ね、千葉ダービー見れるように、えー、みんなに守っていきましょう、えー、アルティリの関係者皆さん、えー、大塚選手ご協力ありがとうございました それでは一旦コマーシャルに行きたいと思いますこんにちはいらっしゃい大将、今日のおすすめは今日のおすすめはこれい<え>。井口チャンネルボルタンは休む日何してるんだいうん、僕はダンクをしてるかなダンクボルタン、ダンクできるのうん オレを牛乳にダンクしているよッいいどうもありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますはいということでコマーシャルご覧いただきました後半戦はこの後もう B1 がね昨日行われましたんで B1 の結果そしてトピックスを振り返っていきたいと思いますまず昨日、水曜日行われました B1 の直近のゲームを確認しておきましょう 皆さんのマイチームはどうでしたでしょうか、えー、秋田対千葉ジェッツ、えー、千葉ジェッツ勝ってます怪我人のニュースでショックを受ける中ですが、えー、秋田勝ってます群馬対茨城これがね茨城ロボット勝ってるんです、えー、北関東ダービー茨城制しました36番、えー、渋谷対川崎こちらは川崎が、えー、勝利していますこれは、えー、墨田区のゲームでしたね そして問題の富山対横浜 B コルセアーズ、えー、横浜としては乗りに乗っている最中ですけれども、富山としては、ね、あの直近試合開始直前に、えー、なんとなんとロスター7人で戦わないといけない、えー、コロナでなくて、ね、インフルエンザによる外国籍選手全員。えー 菊池選手除く外国籍選手全員とプラス日本人選手でロスター7人で戦うゲームになってしまったっていうちょっと、えー、オールスター前に心配なニュースがあった富山ですけども井口さん調べによるといやむしろ久しぶりにすごいいいゲームしたんじゃないかっていう声もあったんで今、ノリに乗っててかつてはね降格、えー、をこう際どい試合を戦ってくれた元彼女 ねえ元彼のビーコルにこのタイミングで戦ってもらえたっていうのは良かったんじゃないかなと思います富山は7人で頑張ってました、そういうことですね富山のロスター7人はマジで頑張ったと思うただね、このロスター7人っていうのは今シーズンもう珍しくなくなっちゃってるんですよね、まあ、横浜もやってますしベンチ8人ですけど実質で入れるのは7人とか 信、えー、州も、えー、こういう苦しいロスターで戦ってきたりとかしてるんで、えーまあ、こういうのが珍しくなくなっちゃってるっていうのが、ま、そもそも問題かなと思いつつもそして次が、えー、三円対新潟、えー、新潟がねこれ前半で、あのー、これ三円を倒すかっていうのも得点では見てたんですけどこれ最後ねやっぱり三円が。 マ丸選手、ちょっとスタッツ見たんですけど、すごい数字出してました、62%ぐらい、スリポイントパーセンテージ来てました、そして三河対新州、えー、新州、勝ってます、ロースコアゲームですけれども、勝ってます、FE 名古屋対京都、えー、FE が勝ってます、5連勝です、94点までいきました、えー、最後、テクニカルファールとかもあったっていう風に聞いてます、京都のベンチテクニカルでいろいろあったようなゲームだったと聞いてます。 そして名古屋 D 対滋賀、えー、名古屋 D が勝っています張本選手不在のままですが滋賀を破っています宇都宮対仙台、えー、こちらもロースカーゲームですがブレックスが勝っています55失点に抑えたゲームですねひょっとしたらシーズン最小かもしれないですねブレックスネーションとしては大阪対広島広島が8連勝で好調でございます、えー、74対86で広島が連勝8に伸ばしました そして江口さんも言ってきました、アルバルク東京対北海道。これ、は北海道、あの前半悪くなかったスパイトしました。そして気になったのは、えー、アルバルク東京のジャスティン・コボス選手の怪我ですかね。えー、北海道目線でいくと、島谷蓮選手がプロ初得点を記録しています、昨日の試合で。 そして琉球対島根これもあわやオーバータイムーフリー最後のフリースローまでもめ,、あのー、めたじゃないや <laughs> もつれた80対81で島根が連勝9ですこの島根対琉球は西地区のこれ新たな名物カードになってきますね、えー、うちの番組ディレクターの、えー、方もコメントしてます水曜ゲームで7000入れてます皆さん 琉球キングスの皆、キングスブースターの皆さんおめでとうございます。負けはしましたけど、この数字はすごいと思います。で、えー、順位、えー、順位表をこれで見ておきましょうか。はい、このようになってます。赤のマーク、新潟の皆さん、滋賀の皆さんごめんなさい。これが一応自動降格のマークになってます。ただ、えー、2ゲーム差で富山は追いかけてます。えー、滋賀目線でいくとかな新潟、新潟、新潟ともに。 そして北海道、仙台と続いてます京都が少し抜けたのかな意外や意外三河がこの10勝ということでまだデンジャラスゾーンから抜け切ったと言えないで茨城が昨日勝ったことによって、えー、1つ三河に並んだってところですかね、えー、西がねすごいんですよ、えー、4位まで名古屋 D まで21勝8敗で勝率7割勝ってるんですけどこのままじゃプレーオフ誰もいけません 上位2チームからとはプラスワイルドカードですんでえ逆に西地区が今あのリーグ全体をこう牽引してるって言っていい数字がこれで見えるんじゃないでしょうかちょっとコメント拾っていきましょうかありがとうございますト。 試合には負けてしまいましたが遠藤のシュー衆達がよくてすごかったですこれ一つ前のやつですね多分、うんうん、一緒に行った友達がバスケの前にハマりそうです友達誘って良かったです FE 長谷戦も友達してきますありがとうございますこういう緻密なリクルート活動大事ですよ友達ドットコムさんこういうのが効いてきますからねできれば先手推しもいいんですけどチーム推しになってほしいですよね友達トコムさんありがとうございます 学さんポートアリーナ最寄り駅からなかなか遠いんですよね <laughs> あの距離がねただあそこからあの駅からみんな歩いていくのはもう全員これからアルティーリ千葉ブースターだっていう認識でいけばいいんじゃないでしょうかなんでちょっとあの辺がまたアルティーリにドレッシングシティドレッシングになってきたらねあのその道すがらも良くなってくると思います川崎の鎌田選手頑張りましたへえあとで見てみよう 怪我なく終えたのに一安心です。もうそれに尽きちゃうんですよね。眉 B さん、最近観客数に目がいってしまう。その通りです。これ大事です。平均4000人以上が必要です。やっぱりスケジュール見直し必要そうですね。とかね、これやっぱそうなっちゃいますよね。信州は天皇杯勝ったしな。3円プッシュに負けました。うん。新潟3円戦ですね。福和さん、ありがとうございます。 怪我のことも踏まえてベンチ入りメンバーを増やせないか、うん、そういう議論もありますよね。な何もなしじゃないか何かね、こう緩和とか対策を、こういうにあに個人的には選手会からの声、えー、多分 NBA だったらもう裁判になってると思います。問題だっ,つってでも結構 さんさアルバルクのチアに鹿児島出身の子がいますのでよろしくお願いします <laughs>。絶対鹿児島 <laughs> やでもそうなんだな、やっぱありがとうございます。佐久さん、同郷だ。井口さん、いつもファン目線の優しいコメント書いててありがとう。<laughs> ありがとうございます。具体的に来たな。めっちゃ地元だから千葉ポートアリのよく行くんだよな。 東地区 VS 琉球のファイナルの時代は終わりましたね <laughs> <laughs>、えー。HAPP さん、こんな状況で新 B1 とかちゃんと整えてからだよな、まあ、こういう厳しい声が出てきますよね。観客数は地方はやっぱりきついですね。琉球も地方ですよ、でも。打切れてればまた違うのかもですが。ありがとうございます じゃあちょっとトピック残り15分ですんで、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、今週も、えー、水曜ゲームの合間にいろいろなニュースが飛び込んできました。まずは、えー、このちょうど観客数の話題も出ましたんでアルバルク東京の、えー、最多入場者数更新のお知らせ見ときましょう。1月8日です。対川崎戦、えー、ねカードもいいですよね。えー、リンケンダービー、えー、川崎 あのサッカーだと玉川ダービーとかつったりしますけど、えー、アルバルク東京対川崎の試合で9555名 B リーグクラブ主幹試合1試合での最多入場者数を更新したということになります、えー、過去に持っていた最多の入場者数も9167人が、えー、アルバルク東京が持っていた、えー、記録ですのでそれをさらに更新したと。 えーいうことで、えー、9555名が今 B1 の中での最短入札数を更新しています。はい。そして、えー、もう一つこれは B3 のニュースです。B3 も皆さんや頑張ってますよ、えー。出ました。品川シティ今季初勝利。B3 から。 えー、八王子の皆さんごめんなさいわざわざ取り上げちゃって、えー、品川区立戸越体育館これもう聖地になりかけてきますけどあの戸越体育館で、えー、品川が、えー、初勝利良かったこれで連敗を24でストップしてますただまた敗れちゃったのかななので連敗はまだ開始といっちゃいけないですけど、えー、また黒星がついてるようですけれども良、えー、かったのは品川で連敗が止められた えー、品川と名乗りつつあんまり品川で試合をしないことでおなじみのシティですんで、えー、品川でと連敗が止められたっていうのは初勝利がついたっていうのも最高ですよねようやく勝ったかって品川おめでとう、今までブースターだけど嬉しいニュースでした <laughs> みんなに心配されてます、品川シティの皆さん B3 もちゃんといぐちチャンネルではカバワーしていきます。 八王子の皆さんごめんなさい、たまたまです。そして、井口さんの個人的な報告もちょっとしておきたいと思います。えー、1月の、えー、これは、えー、聖地巡礼してきました。1月、えー、これは8日ですね。 えー、なんとイグ口さん、声かけていただきまして、あのえー、今、B リーグでは、ね、6チームぐらい、えー、チームをサポートしている歯医者オさんが運営されている、ふたは向こう台に駅、もう目の前なんです、ね、ありますリッチワルさんっていうね、これ、えー、パブリックブーイングをよく千葉ジェッツのゲームで行ってらっしゃるところで、千葉ジェッツの有志の方たちで行っている、えー ちょっと一部ね、川口マリナっぽい人も映ってますけれども、うんえー、お声かけいただきまして参加してきました。えー、これね、あのー、画面もね、3つ4つあるんで、あのー、すっごい盛り上がってました、えー。千葉ジェッツね、店内もね、もう歴史、えー、もうこれでもかっていうぐらい千葉ジェッツでやってます。フ、え、ターム灯台、あのー、北奈良市の,の駅から、ね、乗り換ええーで京、京成線のもう駅も、 改札出て5秒です、えー、にありましたこれジェッツの、ね、選手たちもよく来てるっていうことで、えー、先日は、えー、みんな大好きラシド・ファラーズご一行様もご家族でいらっしゃってたっていう、えー、情報も取材によると入ってきてますんで皆さんアウェーでね、あのー、千葉ジェッツ戦船橋アリーナの後、えー、ぜひ。 船割りの場合ね、3時ティップオフが多いんで、えー、試合が普通に終わった場合、5時過ぎぐらいから行けば、ちょうど、あのー、いい時間かもしれないんで、リッチワルさん、えー、ハイシャオさんで、ね、今、千葉ジェッツだけじゃないです、えー。千葉ジェッツの選手が移籍した先の B リーグで6チームもサポートしていただいたりってことで、えー、ちょっとそのね、えー B リーグ愛とか、えー、ブースター、えー、の、えー、熱量感じに、ちょっとリッチワーさん行ってきて、井口さんもいいエネルギーもらってきたところでしたあの。参加してくださった皆さんありがとうございました。メンバーの方もいらっしゃってですね、井口チャンネルのメンバーシップの方もいらっしゃって、いろいろコミュニケーション取れてよかったです。えー、リッチワール、ありがとうございます。 ただの妬みになるけど、首都圏は人口が多いからなーって、本当の妬みですね、これは。うんえーこれえー、なので、そのね、そのシンビマの在り方で、傾斜のこととか、もう、あのー、意見もあると思うんですけど、でもこれ、もうルールで決まっちゃってるんで、もうみんな同じ同条件でやってるんですよね、人口に関してはもうあの選べないっていうあのこともあると思うんですけど、例えばさっきも、あのー、声かけてくれてる、 新潟ブースターなんかも今長岡市県庁所在地じゃない長岡でやったりということで、えー、不利なとこは富山だけじゃないかなと思いますあのどの県もそれなりにあの島根・佐野間ックの松江なんかも県の人口でいくと、えー、そんなにあの大きな町じゃないですよねそういう環境をそれぞれでやっぱり抱えてる課題はあるんでもう僕らとしてはそのこの立ち位置で何が。 応援できるのかサポートできるのかっていうのは常に自分も自問自答してます。新潟に来てくれたらブースター集めますよ。ありがとうございます。<laughs> 井口さん、国際プールにも来てください。ありがとうございます。なかなか国際プール呼んでいただけません。えー、B コール芸人とはよく会ってるんですけど、<laughs> それに負けない魅力あるチームブースターにならないとね、そういうことだと思います。えー、かつてでいくと、 じゃあ、ちょっとせっかくコメントくれたんで、グラウジーズの観客動員数の歴史で、入場者数、コロナ前、平均イントイグラウジーズ3121人、2018、19シーズンやってるんです。 平均4000人っていうことでいくと、えー、コロナの前で富山が3100人、えー、ちょっとたまたま見つけたんですけど、横浜 B コレスター3000人です。3100人をコロナ前にやってたってことでいくと、あと900人って平均で考えると、そんなにあの天文学的な数字じゃないと思います。ちなみに千葉実はそのシーズンも5000人やってます。あるえー、宇都宮は4000人、川崎が3700、レバンゴ、北海道も3600やってます。 琉球はね、その時まだ沖縄アリーナがあるん,じゃないんで3200人、えー。アルビーはこの年多分チャンピオンシップ行ったんじゃないかな、3200人。秋田も3200。3100人富山やってるんです。なので、絶対不可能っていう数字じゃ全然ないと思います。みんなでできること取り込みましょう。ということで、あ全部今日メニュー、時間内に処理できましたね。 初めてじゃないですかね <laughs> <laughs>、えー。なので、ちょっとじゃあ宣伝、えー。メンバーシップの方には、この後メンバーシップ用の、えー、動画を、えー、出してますんで、そこだけでしかちょっと得れない情報。ちょっと今日はね、個人的に嬉しかった情報があるんで、それをお知らせしたいのと、えー、メンバーシップの方、栗林さんを探してます。栗林さんをご存知の方、メンバーシップ限定で、えー、投票していただいた、えー レザー G さんから提供いただいた高級バスケットボールレザーのリュックが当たっています。古林さん、井口さんまでツイッター、Twitter、もしくはインスタグラムで DM 送ってください。えー、まだ井口さんちにあります、はい。もう送る準備できてますんで、お願いします。そして、えー、お知らせでいくと、井口さん、明日は、えー、オールスターゲームー行かせていただきます。アジアオールスターです、井口さん担当は。えー 正式名称は、正式名称を覚えてないんだよな、<laughs> 正式名称は、アジアオールスター、アジアオールスターって言ってると、えー、それなしで、えー、アジアライジングスターゲーム、井、え、口、ー、さん、担当させていただきます、えー、ドワイトラモス決勝です、広島にいたジャスティン・バルタザール選手は、対談ということで出ません。えー アジアオールスター、これは、えー、主にアジア特別枠でプレーしている選手たち、えー、ヘッドコーチ、笹野良ヘッドコーチです、引きますのは、えー、ライジングスターチーム、日本人選手中心の若手です、日本籍を持つ選手たち、引きますのは、オケタニ大ヘッドコーチ、えー、昨年の B リーグファイナル。 の顔合わせ、えー、両指揮官ですんで、これあの、2人とも進行も厚い指揮官同士ですんで、えー、普通のゲームにはならないんじゃないでしょうか。そう、ソノさん、アジアライジングスターゲームで正式名称。アジアオールスター、アジアオールスターって言ったら間違いです。はい。えー、っと、えー、まだ宣伝いいですかじゃあ。えー 来週1月21日、信州対千葉ジェッツ。こちら、言っていいのか分からないんですけど、えー、あ、これメンバーシップ用にしようか。メンバーシップ用にします。やめときます。<laughs> オールスターから頑張ってきます。はい。まだ時間があと5分ぐらいあるんでコメント。 ホーキンソンのドッカンドッカンタオル大人気で即完売でした。このドッカンドッカン絡みです。えー、メンバーシップ用の動画でちょっとまだ許諾もらってないんで、えー、メンバーシップ用で、えー、お知らせしたいと思います。 横浜は人口多いけどエンタメが多くてなかなか難しいそうですね神奈川千葉っていうのはよくこのプロスポーツ業界の,あの話でも埼玉もそうなんですけどあのさどこで行くか横浜で行くと B, B イコール、えー、マリノス横浜 FC、えー、あともう一つサッカーありますね J3 の横浜のチームがあって、えー、さらに、えー、あそこ、えー、相模原、えー 小田原の方にも J リーグチームあってで、ベイスターズあって、アイスホッケーあって、ということでもう激戦なんですね、プロ,プロスポーツチーム激戦。でまあ、ちょっとエリアレスケ、町田にもあの東京の,あのサッカーチームあったりとかって、この7チームでしのぎ削り合ってるんで大激戦。埼玉でいくと西武ライオンズ、浦和レッズ、大宮アルディージャー、埼玉ブロンコス、えー、アイスホッケーもあるのかな、えー ここも56チームの千葉で行くと千葉ロッテマリーンズジェフ千葉柏レイソル千葉ジェッツ r t リここも5チームぐらい1つの県でねこのいっぱいのチームを持ってるところ逆に言ってあの文化的な歴史的な満足度が高いところもプロスポーツチームはなかなかうまくいかないと言われてまして例えば京都とか金沢というところが、えー もうすでに地域としてのアイデンティティがすごく確立されてるんで、えー、なかなかプロスポーツチームをこう盛り上げるのに苦労するんじゃないかって。えー、言われてる件になります。信州にも飲みに来てくださいね。え信州にいたメンバーシップ勧誘に、あのー。後でやっていきます。ちょっと。まだ。ブレボリアズさんの許可もらってない情報があるんで。<laughs> ワールドカップもあるし、B リーグも盛り上げたいですよね、その通りです。まだまだコロナの影響はある、まあ、それもそうですよね、インフルエンザも今そうですし、河村勇輝選手が横浜をアジアナンバーワンのビッグクラブにする伝説は見てみたいですね、えー、その前に河村勇輝選手を横浜に残す方法からまず、今、みんなで議論しましょう。ま、えー、まだ終わらないいで <laughs> ありがとうございます 国際プールはゴールラに観客席が組めないので4000人超えるのが難しいですよね。その、うん、データがすぐに分かるか、<laughs> まだ多分、もっといい数字あるときもあったと思う、グラウジーズの,あの平均観客でいったら。北斗は一応マックス5000人入るんですけどね。うん、おあ加藤さん、ロスター会員に入っていたいじいです <laughs> ありがとうございます。佐藤さん、ロスター会員に登録いただきまして、ありがとうございます。すいません、あれなんですよ。佐藤さんの場合、ほら、見たくても見れない、えーね、メンバーシップ用の,のあれには入れない。ね、ございません。 リースさん明日行って即帰宅ですか、えー、本戦も見てから帰ろうかなと思ってますどっかんどっか <laughs> YSCC そうそうそう横浜の J 3のクラブですここもね、いいクラブですよねリースさんは J リーグのねサッカー、サッカー協会がやってる JFA スポーツマネージャーズカレッジの12期生ですんで サッカーの人たちには勉強行って、この YSCC の施設なんかもね見学させてもらったことあります。なんで川崎は特別、特殊情報がないんでしょうか井口さん、ご存知でしょうかここでは言えません。エクセレンスさん、はい、横浜エクセレンスさん、あ、そう、B コールだけじゃない、失礼しました。横浜エクセレンスさんもいますよね、ユウキさん、ありがとうございます。失礼しました。神奈川、もう、高いがすごい。8チームそれ入れたら。 オールスターに親分が出るみたいですね。これオールスターに親分が出るんじゃなく、オールスターを,をいじるんです、親分は。解説で、安西隆三アドバイザー、本戦で登場です。でそこのちょっと親分の殺害もあるんで、ちょっと本戦も顔出さないといけないなと思ってますあ。昨日、アルバルクレバンガ戦、俺も社長を見かけしました。オールスターもあって、こっちに来てたのかな。 俺もさん、昨日見,な見かけなかったんですよね。来てないのかなと思ったのに、いらっしゃったんですね。同地域のタスポーツとうまくコラボできたら面白い。千葉フットサルも F リーグ、そうっすね。えー、浦安っすかね。うん、そっか。それでいくと、犬さん、仲間がやってる、あの、ブリオベッカ、浦安と、あと F リーグもあるよね F。F は千葉2チームあるんじゃないかな。 津波さんが監督のね、ブリオベッカ・ウラヤスさん。島根、琉球戦見ましたが、ビフォード、アンドセア乗ったら止まらないですね。こ <laughs> こもうね、アンドセア、ペリン・ビフォード乗ってますかって言った乗ってますっていうやつよく電話してますよね。えリのはしごができるといいですね。先日マリノスコラボでマリノスと皆さんが来てくださったので、 マリノスの家に来た方もたくさん、へえー、ありがたいですね。マリノスタウンが横須賀に移転したっていうニュースを昨日おとと見ました。すっごい施設でした。低酸素トレーニング室もあるって書いてありました。羨ましい。あまだまだサッカーに学ばないといけないってこところは多いですよね。 出身大学版も面白かったですが出身高校版をやってください。あこれ、井口チャンネルの,あの動画の話だな高校がね、もうすごいんですよ、量が。だ,からこれだって B1 選手だけでもね、あのー、すごい数になっちゃうかなってうんで,で誰を上げる、誰を上げない論争で喧嘩になると思ったんで、ちょっと一旦やめてるんです。 例えば、井口さんお気に入りの千葉ジェッツ原選手、2桁得点継続してますねそう。え今シーズン、俺、平均2桁いくと思ってます、原修太。うん、ダレブリューも入れたら、もっとあいっぱいありそうですね、そうっすね。そっか、あのうん、柏ですもんね、あのエネオスさんも。で富士通、レッドウェーブも神奈川だし、その通り、うん、エースさん、ありがとうございます。来シーズン、編成の大阪、井口さんのもとに、どうやってますか <laughs> いてまあ、一部いろいろね、もう1月1日から始まってますんで、戦争は。島根のガンプラ欲しい。えー、ガンプラ出したんだ。ファンダイナムコさんだけにね。うん、井口さんの情報量すごいですね。ありがとうございます。低酸素トレーニング室。そう、コーチトレーニングと同じ環境でできるような部屋を用意してるらしいです。 シフォースはでっ,っぱりダイスできますか <laughs> 心配なんだよね、本当こんなとこにいちゃいけないクラブなんですけどね。ユうキさん、いつブルーズには訪れるんですかなかなかね、呼んでいただけないんですよ、岩手ビッグブルーズ。去年はあの岩手テレビさんが中継で呼んでいただいて、えー、渡辺アナウンサーがね気使ってくれて声かけてくれたんで行けたんですけど、行きたいです。仙台もまだ1回も行ってないんで、東北。秋田は オフに行ったかな、うん、じゃあ,あの、せっかく久しぶりっていうか、ほぼ初めてぐらいにオンタイムがちょっと過ぎちゃってますけど、終わりそうなんで、この辺で、えー、皆さん、明日から、えー、のオールスター,、えー、スケジュールはタフだと思います、本戦のゲームをガチでやれとは言ちょっと言えるような環境じゃないなとは思ってるんですが、えー、みんなでしっかり、えー、オールスター盛り上げて、えー、B3 は、ね、レギュラーシーズンやってるんです。 えー、B3 ブースターの皆さん、ちょっとごめん、申し訳ないなと思ったりしてます。はいえー、ということで、えー、B コルブースターからも申し込みのあった、えー、提供をね、ちょっと読み上げないといけないんですけど、じゃあえー、ご支援いただいている提供の皆さんご紹介したいと思います。この番組は、UQ アウェイの際のレンタカーならお任せ、バスケファンブースターの味方、レインボーレンタカー、 レインボーオート。正体不明のブレックスファンですが、みんなで B リーグ、イグチチャンネルを盛り上げましょう。ブレックスとイグチチャンネルに GO HIGHER! 謎のブレックスファン S。日本のバスケはもっと熱くなる。ブレックスと日本のバスケを応援しています。GO ブレックス !GO HIGHER! 謎のブレックスネーション。イグチャンネル井口チャンネルメンバーシップ会員各カテゴリーの皆様。 以上の提供でお送りいたしましたはいありがとうございます提供いただいている方メンバーシップの方ありがとうございますビーコールブースターで申し込みしてくださったレンボレンタカーご利用いただいた方ありがとうございます、えー、また、えー、皆さん沖縄アリーナ、あのー、アウェイで行かれる際はぜひ利用いただければありがたいです珍しくまだまだ 来シーズンそろそろろイグス試合なヘアーマンはね一応、ビーコール芸人にお願いしようかなっていうことで、あの井、ー、口さん周りの界隈ではあん、のー、ですけど、自分はプレイヤーがいいと思ってます、俺もさんとかね、選手の人がとかやってくれると、みんなの納得感とか、もう違うのかなとか。 B コルはね、呼んでもらえないですけど、その代わりあの堀川隆一をあの B リーグさんにご紹介して、えー、彼は B コールの OB でもありますので、えー、実際ね、井口さん、この世界に入ってたのも、井口さんがこのこ,こにずっと居座るのもよくないと思ってるんで、えー、まず自分が体験してみて、えー、OB をできるだけあの解説に、えー、お世話になれるように、えー、やってます。今、7 8人 えやってます解説、えー、紹介したらねみんなしっかり結果出してくれるんでもっとプレイヤーを中心に、えー、紹介させていたいと思いますなんでそれでバスケットライブなんであんまり皆さん、あのー、解説が面白くないとか、えー、辛辣な意見やめてくださいお願いします <laughs> 井口さんおすすめのマスコットはアルファーマンですマリノスレスで横浜の施設維持できないって土地高くて厳しすぎない、ね、そういうことですね前はね駅前ありましたもんね 人気ですね、一人ままあ、本数は多分一番やってると思うんですけどでも休みの週もあるんで、えー、皆さん明日楽しみましょうそうっすねもう明日は切り替えて純粋にオールスターを楽しむしかないなと花子さんイグスさん静岡にも来てください静岡も行きたいです浜松アリーナ以来行ってないな体調気をつけてくださいありがとうございます オールスター、リィグスターにお会いできたらいいな。あ、声かけてください、メンバーの方。ぜひ、お願いします。毎週全部の試合解説してほしい。ありがとうございます。堀川さんの解説大好きです。ありがとうございます。ウルズの解説は今後、マスターにやってもらうのが、マスターにやってもらうのが、ね、ウルズ、あ、ミスター、ヤマのことかな。 山,山のことを言ってんのかな、ゆきさん。アルファマンに会いに来てください。ネギバンバンの破壊力は。ちょっとそういうグッズ系もあったんで、忘れないように書いておこうな。ということで、えー、皆さん、今週も木曜ライブお付き合いありがとうございました。えー、最大200名超える方たちに来ていただいたのかな。えー 明日からのオーールスター楽しんで次はね1月18日にまたすぐレギュラーシーズン待ってますんで、イグスさんは千葉ジェッツ対茨城ロボッツ行きますんで、皆さんまた水曜日ゲーム、来週もあの同じように1月19日木曜は木曜ライブあります。19時半でお待ちしてますんで、来週も木曜ライブぜひお付き合いください。18日の水曜の後のえ結果をみんなで振り返りたいなと思います。 ということで、以上、ちょっとまたオーバータイムしちゃいましたけれども、皆さんお付き合いありがとうございました。大塚選手のね、いいインタビューやったな、今日はな。うん、あっちでやったな。RTL の皆さんありがとうございました。ということで、以上で目標ライブは終了したいと思います。また来週皆さんお待ちしてます。ありがとうございました。